ウエストランド井ノ口が同郷の女子駅伝のスーパー中学生ドルーリー守衛里を、すごい。と、祝福悪口は封印。昨年末の M1 グランプリで優勝したウエストランドの井口博之、39、が、15日の全国都道府県対抗女子駅伝で17人抜きの激走を見せ、区間新記録を樹立した同郷の岡山津山市の中学3年ドルーリー守衛里、シエリをツイッターで祝福した。ドルーリーは同市内の鶴山中に在学。ウエストランドの二人が通っていた中学校とは車で10分程度の距離という。日頃は強烈な早口で悪口を連発する井ノ口も地元のシンデレラガールには思わず。疑問符？すごい。津山の中学校。と喜びのツイート。さらに岡山旋風。とタグ付けした。同県ではウエストランドの M1 優勝に続き、今年に入ってからも全国高校サッカーで岡山学芸館高川が頂点に輝くなど快挙が続出。ちなみに、ビゼットの稲葉博士、58、も同市出身で知られる。報知新聞社。中3ヒロインドルーリー守衛里の符はひじりころもらいを上回る回想、ニューヒロイン描く日本陸上界の未来。現場だからこそわかる驚きがあった。15日は全国都道府県対抗女子駅伝へ。3区3キロで岡山のドルーリー守衛里、シエリが9分2秒の区間新。まだ津山鶴山中3年生だ。衝撃の17人抜きを披露したレース後、彼女を見た。こんなに小さいのか。身長157センチ。テレビで見た姿は躍動感があり、前に進む力が伝わってくる。横柄なのかと錯覚していた。大きく映るのは、走者にとって非凡さの証だろう。腰高のフォームで大きなストライド。上体の動きに無駄がない。岡山の山口栄里監督、50イコール天満屋女子ヘッドコーチも、体幹が触れない走りをしている、と絶賛していた。シドニー五輪女子マラソン7位の指揮官は何よりも、ひたむきな心を評価していた。受け答えも私よりもうまいと笑って続ける。去年のこの時期は貧血でした。食事の改善とか、すごく探求心がある。しっかり自分で考えて自分の体と相談しながら変化に気づいている。本格的な駅伝は初めて。岡山県では中学生が集合して練習会を行うという。ドルーリーが所属する鶴山中は女子部員3人で単独の駅伝チームを組めない。山口監督はタスキの渡し方の練習もしたみたいです、と明かした。ドルーリーは最初の1キロを2分55秒で突っ込み、その後も勢いを持続。次々と前の走者を飲み込んでいった。1年前も見た光景だった。群馬の風和生以来、当時、拓大1年が4区4キロで13人抜き安区間新記録。今大会は欠場したが、女子1万メートル日本歴代3位の記録を持つ。その不破はオール田舎に、3年時に同じ3区を疾走して9分23秒、9分14秒で2年連続区間賞。ドルーリーは同学年時の不破を上回る激走だった。不破とドルーリー。都大路で立て続けに現れるニューヒロインたちが未来の陸上界を明るく照らしている。くしくも、この日深夜、新谷仁美、34イコール積水化学がヒューストンマラソンで2時間19分24秒をマークした。日本記録は野口みずきが05年9月に樹立した2時間19分12秒。17年、記録は更新されていない。世界記録は19年コスゲイ、ケニアの2時間14分4秒まで下がり、日本記録より早いタイムも続出。世界との差が開いているのが現状だ。ドルーリーへの期待を問われた山口監督は噛み締めるように言う。ちょっとずつちょっとずつ登っていってもらえたら、やっぱり壊したくない。両足のバランスが物を言う長距離走は、小さな故障が他の部位の怪我につながりかねない繊細な競技だ。再び世界に太刀打ちする日までホープたちの成長を温かく見守りたい。
坂井俊作。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。